大変お待たせいたしました。市川團十郎白猿。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のブログを更新、隈取について綴られたのでご紹介します。隈取とは歌舞伎特有の化粧法のことである。初代市川團十郎が紅と墨を用いて化粧したことが始まりと言われる。芝居小屋などにおいて遠くの観客が役者の表情を見やすくする効果がある。なお隈取は描くではなく撮ると表現される。7年かな、6年、8年、もっとかな、待たせていた方がいて、その方に撮りました。今日の押し戻しの熊、今年彼は日本一におそらくなるので、そのお祝いも兼ねて、いってらっしゃい、麗華ちゃん。今日も状態良さそうですね。熊取町13年だったらしい。13年ですか。これを差し上げる予定です。日本一期待してます。勸玄の11月の初日のものです。勸玄はういろうりさんに差し上げたいと本人の意思です。素敵に出来上がったね。ご自身が演じられたういろうりさんにですね、差し上げるというふうなことで、すごく優しいですね、カンカンは。この投稿にファンの方から、あ、そのブログ拝見いたしました、ご家族もお待ちと思います、お喜びになれると思います、競馬の方みたいですね、優しい團十郎様、帰宅して幸せを感じております、團様の押し熊飾ったら日本一どころか世界一になるや知れませぬ、ご利益あるそうです。勸玄君偉いですね。ウイロウリさんへ素敵な感謝の気持ちですね。市川新之助としてこの年で歓迎られませんよね。相手に優しくできる新之助になりたいとおっしゃったこと、すごいですね。感謝ありがとうございます。市川團十郎白猿。いつも私の拙い動画を最後までご覧いただきまして心より感謝します。團十郎さんご一家を中心に1日1本は動画作成してまいります。チャンネル登録していただきますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。